ピンポンパンポン。花尾伝顔を愛してやまない視聴者の皆様、本日は花尾伝顔ファンミーティング、解散に収束した花伝方程式にご来場いただき誠にありがとうございます。いけねえ、地獄地獄。ちょっとあんた朝ごはん見てろよ。見てる時間ねえよ。待ちなさい、今日は逃がさないわよ。ほらしっかり食えて。はい、これでも OK だ。俺は曲がり角でヒロインとぶつかる主人公かよ。あら、よかったじゃない。あなた、彼女できたことないんだし。うるせえな。じゃあ、行ってきます。はい、行ってらっしゃい。あー、いい天気だな。こんな日は、なんかいいことでも起こりそうだ。
なんだ夢か。せっかく初めてのお付き合いだったのに、まあこんな虫のいい展開あるわけないか。くそ、こうなったら将来絶対有名になって美人のニュースアナウンサーと結婚してやる。ちょっとあんた早く支度しなさい、もう遅刻よ。はい、行ってきます。俺はどこにでもいる普通の高校生、いやどちらかというと普通よりもさらにその下の冴えない陰キャ生徒だ。学校に友達を数えるほどしかいない。しかもそのほとんどがアニメの話しかしないオタク友達。彼女なんて夢のまた夢。この物語はそんな冴えない男花男とその仲間たちの半生を描いたドタバタ青春ラブノンフィクションコメディである。Gracias.
己紹介してみた。これでいこう。このペン立てにこのペンを入れられたら成功だ。よし、しっかりやっていくぞ。確かに
お前と進む道も悪くはないと思う。しかし、俺は俺のこの目で俺の進みたい道をしかとこの目で確かめたいんだ。だから、アナオ、お前とはここまでだ。じゃあな。なんだなんだ。冗談だよ、バーカ。なんだよ、てめえ、ほんま。あ、でか、今まで世話になった。お前と動画たくさん撮ったこと、絶対忘れねえ。おい、アナオ、じゃあな。待てよ、お前。あー、迷うよ。あんなんだから炎上するんだよ。見えてますよ、皆さん見えてますからね。夜中にいきなりさ YouTube やろって LINE、 気づけばもう3年くらい一緒にやってきたんだね。あの頃僕たちはさ何でもできる気がしてた。硫酸ふうかけては僕にガチ切れされたよね。でも見てよ今の僕を、クズになった僕を、とりあえず泣いてもらったことに感動してしまう僕を。別に就職したくはないけど横にいられると思い出す君の到着&万年のその誘惑のせいだよ。別に好きなことで生きていくつもりなんて全くないけれど、君と YouTube& バーになるのもなしよりのありだよ。来てくれてありがとう。もう電源はいない。ここからはまた一人で何とかしなくちゃいけない。果たして俺にそんなことができるのか。あ、いや、悩んでちゃダメだ。よし、ここらで一つ気合を入れて俳句でも読もう。今までは君が隣にいたけれど、いざここからは一人戦う。これは短歌ではないでしょうか。キム、そうだキム、俺にはお前がいたなあ。キム、これからも俺と一緒に動画撮ってくれるか。そうかキム、ありがとう。よし、そうと決まったらまずは仲間集めだ。短大生の中から才能のある若者を集めてチームを作るんだ。名前はそうだな、空気抵抗サークルでもなくて微分サークルベルトの気持ちでもなくて、あれだ、そう、積分サークル。
みんな仲間になってくれてありがとう。ここから俺たちはさらなる高みを目指して突き進む。決して一筋縄ではいけないと思う。俺はもう学生でも何でもない。ここには上司もいなければ同僚もいない。何をしても怒られることはないし、何をしても自由だ。でも逆に言うと、教えてくれる人もいなければ、たとえ何が起こっても全部自分たちで何とかしなくちゃいけない、そういう世界だ。そんな世界で頼れるのは自分自身、そしてお前たち自身。僕たちやっていけるんですかね。大学でパソコンも使ってこなかったのに。僕にはもういいです。退部させてください。半年だ。あと半年で登録者が100万人まで持っていく。残り50万人。そしてその間にお前たちには自分たちだけの YouTube チャンネルを作って、そこで活動してもらう。大丈夫。お前たちには俺が今まで YouTube で培ってきたの全てを叩き込む。大丈夫。俺たちならきっとできる。叶えるぞ我らの野望を。おー、ちょっと待った。その声はで、ねえ、皆さん、待たせたな、花尾。で、で、今お前一体どうしてここに。俺の居場所はあの会社にはなかったみたいだ。あの会社でさ、辞めたいって言ったら、お前なんて早く消えちまえだってよ。当たったな。俺の横はお前だって決まってんだからよ。もう迷いはしない。俺は俺のために、そしてお前のために夢をつかむ。ということでよろしくな。はい、行こう。ということで今日は新入りを連れてきたぞ。新入り？おい、入ってこいよ。はじめまして、ミサです。よろしくお願いします。ミサさんか、よろしく。どうかしたのか。あの時の夢のあ、いや、なんでもない。それより、ミサさんは今お付き合いしてる人っているんですか。いませんけど。じゃあ、もしよかったら俺と結婚してください。おかしいやろ、いきなり。はい。
ございます。いやー楽しかった。もう今回の夜はじゃあまあちょっと早いけど、そうそう解散すっか。ちょっと早すぎません？3分前に結成したばっかりじゃないですか。お前いきなり解散って、お前俺たちこれからだろ。てか俺会社辞めた意味おかしいでしょ。そうだ、よー、ありがとうございました。いやありがとうございました。ちょっと待て、お疲れ様です。おい帰ってこい、切り替え早すぎて。おい移植重いんや。ちょっと移植が重いんや。帰ってこい、帰ってこい。おい移植したいんだ、ちゃんと移植が重いんや。こっちは解散言うたからやろ。いや、ついつい、そこへ行って解散言うたからじゃないんだよ。リルさんがあんなこと言うから。いや、僕たちお手を拝借されたら解散した病ですから。これもやめて。にしてももうちょっと押しできるなんていいやん。あ、はい、もしもし。あ、本日二次面接。あ、ありがとうございます。次のキャリアによろしくお願いします。はい、失礼します。いや、だから気が早いって。だって、いつもお前言ってるやん。思い立ったら即行動って。いや、言うてるけど、お前もうちょい空気読めよ。いや話せること聞きましょうよ。ああ、まあ、じゃあしゃあないな。もうしゃあない、聞きましょうか。じゃあまあみんなと過ごした時間長いようであっという間だった。この数年間はフラフラすな。このすぐ話しとんねん。今思えばこの数年間は俺の青春やった。かけがえのない日々、念願が就職して一人になった時、俺はこのまま YouTuber としてやっていけるのか正直不安だった。それでも新しくチームを作って、自分よりも6つも7つも年下の後輩と一緒に一つ屋根の下で動画を撮り続けた。俺たちは普通のグループ YouTuber じゃない。俺のソロから始まって念願が出てきて、キムが出てきて、そんでみんなが集まってできたチームだ。確かにな、出会ってからの年数も年齢もみんなバラバラだしな。しかも俺たちみんな YouTube に向いてるかなんて分かんねえし、他のインフルエンサーみたいに一人一人の個性が強いわけでもない。あくまで僕らはただの平凡な一般大学生の集まりですしね。ああそうだな。でもそれでも今日まで来た。ありきたりかもしれないけど、今日まで来れたのはお前たちがいたからだ。もしお前たちがいなかったら、この中の誰か一人でも欠けていたら、俺は今日絶対こんなステージには立ってなかった。こんなフィナーレは絶対迎えられなかった。心からそう思う。だからみんな、今まで一緒にいてくれて本当にありがとう。じゃあそろそろお別れだ。今日をもってチーム花の伝言は解散する。Thank you.
きた。これは絶対に絶対に忘れない。なので本当にありがとう。ありがとう。以上をもちまして、花尾伝願とその仲間たちがお送りするファンミーティング解散に収束した花伝方程式を終了いたします。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。またのご来場を心よりお待ち申し上げております。いやいや、ちょい待て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 。